はい、皆さん、こんにちは。中の人ゲーミング、中の人 A です。今回はね、PC 版 BO3 のね、ゾンビのモッドであるキャッスルということで、日本の城をやっていきたいと思います。まあね、このキャッスルね、K から始まるっていうね、まあなかなか独特ですよね。で、ちなみにこのキャッスルっていうね、このマップなんですが、一応ね、PC 版 BO3 の、ゾンビのモッドの中で最も人気のある作品、確かね、Steam っていう、まあ、アプリケーションの中で最もダウンロードされた回数が多いっていうね、まあそんな感じですね。確かそう。サブスクライブは違ったかな。で、まあこれね、このマップはね、まあなんていうんですかね、まあ日本の城っぽいんですが、まあなんかこう、ふんわり中国っていうね、どっちなのかよくわかんないっていうね、なんだこれっていう、なんか中国の銅像みたいなの立ってるぞみたいなね、なんだこれみたいなね、まあそういう感じですね。で、ちなみに武器は基本的には第二次世界大戦のが出てくるっていう感じですね。もしかしたらパッカーパンチとかでね、パッカーパンチってか、箱からね、まあ他のが出てくるかもしれませんが、まあとりあえず大体の武器は、まあ、第二次世界大戦のね、911とか、まあ、アリサカとかね、ダブルバレルとか、STG44 とか、MP40 とか、PPSH41 とか、いろいろ出てくるっていうね、リバイブの前で伏せても何ももらえないっていうね。で、なんか知らないけど、ここの壁、うごうごしてんだよね。めっちゃ気になるんだよね。なんだこれみたいな。よくわかんねえっていうね。っていうね。で、ちなみにこの、カスルー城って書いてんだけどね。まあ、このマップはね、なんていうのかな。まあ、謎解きとかもね、かなりしっかりしていて、まあ、なんていうのかな。だいたいこう、PC 版の BO3 の元でね、とりあえずなんかゾンビぶっ倒すだけみたいな感じになりがちですが、一応こう、なんていうんですかね、ちゃんとこう、ラストがあるみたいな、そういうことになってるらしいんですが、まあ、いまいちね、まあ、なんとなくわかるんだけど、まあ、どこまでどう進めばいいのかっていうのがね、いまいちよくわからないっていうね、っていうね、まあ、そういう感じですね。まあ、PC 版 BO3 持ってる人はね、そこにね、あるやつとかはね、確か、100式、短期間拳銃、まあ、うちの国がね、作った3マシンガンなんで、まあ、そういうのがあったりとか、これなんだ、グレネードキルか。グレネードキルぐらい余裕だろ。なんかね、何が出るかな？ジャガノがいいな。ジャガノがいいな。ダブルタップでした。まあ、なんていうのかな。まあ、いろんな武器出てくるよ。おいっていう、ちゃんと話せっていうね。グレネードキルとか、ちなみにこの、なんていうんですかね、チャレンジ、ゲット、ヘイトグレネードキルって書いてありますが、まあ、こういうのを達成すると、まあ、なんていうんですかね、近接武器が手に入るっていう、まあ、そんな感じですね。意外と、なんていうんですかね、意外と、なんていうの、いろんなね、刀来るかな、斧とか、メイスとか、スカルスプリッターか、スカルスプリッターとか、まあ、そういうのが手に入るっていうね。意外とこう、いろんなチャレンジがあって、メレーのキルもあるし、ヘッドショットキルもあるし、グレネードキルもあるし、って、まあ、そういう感じですね。これ、ためがあるのかわかんないんだよね。しかも、このグレがさ、意外とさ、こうなんかよくわかんないエフェクトがかかるんだよね。これなんか微妙になんか、今ので4人飛んだらしい。グレネード強すぎじゃね？どんだけ爆発関係あんの？威力でかすぎじゃね？このグレネード。どういうこと？どういうこと？とか言って。やばすぎるだろ。まあいいや。ここを開いた。ここ開いたけど特に意味ねえ気がすんな。ここ微妙だよね。ここ中国ですか？日本ですか？って言われるとかなりさ、微妙だよねっていう。あらー、パワーオンにする。オッケー。ここのね、場所もね、開くのかわかんないんだよね。まあいいや。まあなんとも言えない。とりあえず50円しかないからやばい。しかも、911の弾も16発しかないし。やばすぎる。ここは一体どこなのか。わからないね。作った人に聞いてみたいよね。作った人どんな人なんだろう。ゼロイって人らしいが。まあなんとも言えないよね。なんとも言えねえっていう。このね、グレもね、溜めがあるのかないのかわかんないしな。うーわ。この距離でも食らうんだ。So close とか言って。7キル。あと1キル。あと1キル。グレネードキル。グレネードキル楽勝だな。ぶっちゃけ。ここ開きてえな、早く。2000もかかるのか。半端ねえっていうね。半端ねえっすっていう。ここのチェストロックされてるしね。よくわかんないんだよね。なんか基本的にね。この人謎解きとかね、向いてなさそうだわ、本当に。しょうがない。しょうがないとか言って。基本的にね、人を打ち倒すことしか脳がないからな。これ絶対いけるな。確信。オッケー。オッケー。達成した。さてさて、何がもらえるかな？邪魔だぜ。硬えな。オッケー。まあ確かにね。まあ、第3ラウンドだからね。どこだっけ？あった。なんだこりゃ。斧だ。マサカリーって書いてある。まさかりってこんな武器あったっけ本編に。ビンフスリ本編にこんなんあったっけ。ほら、インフィニットアームだ。インフィニットアーム。
これもね、なんかモータルコンバットみたいなやつ出てくんだよね。ほらー。ほらー。インフィニットアーモン。お金稼ぎ放題。そうでもねえな。そうでもねえな。あとさ、この第二次世界大戦マップにされるとさ、途端にサイトが見にくいっていうね。非常にサイトが見にくいんだよねっていう。もう、厳しい。さっき言ったさ、まさかりがあった方のさ、壁吹きのさ、百式のさ、短期間拳銃、あ、ガソリンタンクだ。とかもさ、短期間拳銃機関タン、うん、なんだあのね、サムマシンガンはね、昔の日本ではなんて言ったんだっけな、短期間銃じゃなくて、短期間拳銃だと思うんだけど、まあいいや。百式のね、サムマシンガンもね、あれね、斜めに構えるんだよ。アイアンサイドが斜めについてんだよ。ミニキンだすっげえ。ミニキンだすっげえっていうね。毎回思うけど、すっげえミニキンだよな、あれもな。だからね、そこら辺ちょっと困っちゃうよね。ほら。ほらっていう。謎っすよねーっていう。ほら。ほら。オッケーオッケー。マサカリ強い。オッケー。多分これマサカリ多分ボーイナイフと同じダメージモデルになってると思うんだけど、まあ、モッドだからね。よくわかんないよね。オッケー。意外となんかマサカリ刃渡り長くね。あの距離届くんだ。よいしょー。よいしょー。てか、使いやすいマサカリ。斜めに振るから。強い。あ、肉取っちゃった。ブンブンって。マサカリ普通に使いやすいな。近接武器の中でトップクラスに使いやすいのではないだろうか。よいしょ。ふふーん。ここにゴブルガムがあるんだよね。なんだ、これは。ヘッドショットチャレンジか。あ、犬だ。この犬がなんか知らないけど勝てんだよな。やばくねこれ。91で俺やんの犬。きついだろこれ。犬勝て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 犬勝てよ。行って死ぬ死ぬ死ぬ。ちょっと出落ちは良くない出落ちは良くない。出落ちは分ない。もう格闘技始まってる。出落ちは良くないってマジで。ダメだって。動画終わっちゃうだろ。動画終わっちゃうだろ。やべえっつって。まだ多分、7、8分。いって。危ない危ない危ない。7、8分。危ない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 。それしか経ってない。危ない危ない。おら。おめえらよ。危ねえんだマジで。マジ触ってくるんじゃねえお前ら。犬な。ちなみに皆さん人生でこう、犬をけしかけられたって経験あります？僕は犬をけしかけられた経験ありますよ。犬けしかけられた経験ありますよ。ゼロポイントだしやべえだろ。BAR。BAR サイト見にくすぎだしな。まあ、しょうがない。よいしょ。まだ BF マンの BAR の方がまだ見やすいサイトだぞっていうね。てか、こんなサイトだったっけ昔の BAR って。ここかね。どっから開けるんだろう。なんかパーツが落ちてると思うんだけどな。火炎放射器が作れるんだよね、このマップ。火炎放射器をね、あ、作れた。あ、作れないな、まだ。タンクみたいな必要だ。950。まだまだ遠い。やばいやばい。ここにいるとやばそう、ちょっと。ちょっとやばい予感しかしない。やばい予感しかしない。全然足りない。ちょっとマサカリで戻ろうか。うわー、来てるー。よいしょ。勝て勝て勝て、危ねえ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 、とか言って。ビエロ、ちょ、危ねえ、危ねえ、ヘッドショット、ヘッドショット、ヘッドショットチャレンジなんだから。ちょっとおとなしくしろ、お前ら。ちゃんと整列、ピッて。整列ピッとか言って、危ねえ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 。ちょっと早くジャガナガ飲みたい。今日この頃。ジャガナガ飲みたい、今日この頃ですよ、マジで。どうしようかな。よいしょ、よいしょ。とりあえず、なんか、移動速度がまばらすぎて、まばらっていうかバラバラすぎて、意外とトレインしにくいな。移動速度がみんな一緒だからトレインしやすいのであって、あれ、トロッチーやつが言ったりとかね、クローラーとか言ったりとか、ほんと見にくいな、サイト。サイト見にく。そして、レートがクソ遅いっていう。ちなみに、本物の BAR はね、バージョンによってはレートが切り替えられるよ。すごいよね。冷凍を切り替えられる銃っていう。まあ、なくはないけど。だから多分ね、ガソリンギュレーターついてるやつ、大体、まあ、冷凍切り替えられるよ。切り替えられるか調整できる。ミニミとか確かマスクスで頑張れば1200まで上げられたよ。まあ、緊急時にしか使わないらしいけど。てか、全く関係ない話だけど、大丈夫なのこれ。とりあえずなんとかなってるけど。なんとかなってるとか言って。オーケー。あそこのカーペンター取りたいな。あそこのカーペンター取りたい。カーペンター、チャンス、いけー、危ない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 。カーペット取れた。イエーイ。やったね。カーペットー。まあ、そんなに喜ぶポイントでもないけど。美味しい美味しい。美味しい美味しい美味しい。美味しい。ちょっと、弾が少ない。おら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 。おらおらおら。オッケーオッケー。お、マックスアモじゃないですか。美味しいじゃないですか、これは。あざーす。イエー。
イエーイ。イエーイ。決勝決まるね。おー、危ない危ない危ない。走り出すな、走り出すんじゃない、お前。走り出せ、なんだっけ。もう、全然お菓子がわからない。うん、明日を迎えに行こう的な感じかな。なんだっけな。もう、全然歌詞が出てこない。なんだっけ。あ、これなんだっけ、嵐の曲か。そんな気がする。まあ、全然なんか思い出せないけど。てか、とりあえずさっきのさ、あの火炎放射器のパーツを探し求めてるんだけど、ないの。なんかガソリンタンクみたいなのがあるんだが。まあ、いったね。どこにあるんだっていうね。一体どこに僕の探し求めている何か。ここじゃねえな。こっちじゃなくて、どっちから開けるんだっけな。ああ。ああ、とか言って、そこも開くんだ。見えるキック。あいつまだ追ってくんな。まあ追ってくんのは当たり前だが。追ってきて、いってちゃぶな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 。追ってくんの。追ってくるのも当たり前。追ってこないゾンビって逆に困るよね。なんかね、このね、あのゲームモードね、なんか、あの、ゾンビブラッドっていう、なんか、コールドブラッドみたいなね、あれがあってね、なんていうのかな。ゾンビに、一時的にカメレオン状態になって見えなくなるっていうね、ゾンビから捕捉されなくなるっていうね、やつがあるんだけどね。意外とね、それやるとね、エイムが荒ぶるんだよね。ここだ。おう、なんかまたあれがある。スピードコーラになったな。まあいいや。ここ開けられないのかな。なんかめっちゃ開きそうな雰囲気だね、あそこね。どこだどこだとか言って。開かねえ。やるか。やべ、てか冷静に考えると、ここで始めたらあれじゃん。あれが、トレイン、トレイン。トレイン、トレイン。すげえな。旗めっちゃ飾ってある。昔のうちの国の旗が、ポコポコ飾ってある。ここ通り抜けできないのかな？できねえ。なんかできそうでできない場所ってよくあるよね。ゾンビあるある。開きそうで開かない扉。っていう。開かんのかいこれっていう。ワンチャンやばいんじゃね？ワンチャンやばいんじゃね？行って。戻れるか俺。戻れるのか？よいしょっと。よいしょっと。あ、全然湧いてねえまだ。余裕でした。余裕でしたとか言って。これ絶対17ラウンドぐらいだってやべえ。てか全然湧いてねえけど大丈夫か。エリア変わったのかな？脇のエリアが変わってなんかまだ湧けてないみたいな、そういうオチ？落ち着け落ち着け。おら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 。相変わらず見にくいサイトだな。目がチカチカするわ。目がチカチカするっていうか。なんか見にくい、本当に。てかせめてさ、リアサイトのリングもうちょっとさ、薄くしてもよくねっていう。そんなに見にくいのかな。てかあれだね、冷静に考えるとさ、次のさ、作品のさ、ワールドウォー2の COD もさ、こんななんか見にくいサイトばっかりだとマジ疲れるから嫌なんだけど。なんかあそこにあるぞ。なんだあれは。なんかあるぞ、あそこに。なんだこれ。ゾンビブラッドだ。おぉ。ゾンビブラッドだ。うわ、画面歪む。画面歪みまくりー。おらー。オッケーオッケー。オッケー。ゆっくり狙える。よいしょ。オッケー。32ヘッショ。あとちょっとじゃん。あとちょっと。あとちょっと。画面が見にくい。ゾンビブラッド。ゾンビブラッド、画面は見にくいが。効果はでかい。緊急時に役立ちそう。ゾンビブラッド。おお、切れた。よいしょよいしょ。いい加減 BAR やめたいが。何が出るかな？はい、どうしよう。臨死体験。起こす人がいないから意味なーい。他のプレイヤーの近くにいるだけで蘇生したり蘇生されたりできると。いねえっていうね。一人っていうね。寂しいっていうね。悲しいっていうね。やっぱり PC 版のね、BO3 のね、ゾンビのモッドね、なかなかやってる人がいないからね。PC 版の BO3 もうちょっとね、こう世の中に復旧してほしいが、てかゲーミング PC が復旧してほしいが、なかなかそれがね、願うことは難しいというね。願ったり叶ったり、つって。ゲーミング PC ね。ゲーミング PC を人にあげられるぐらいの財力が欲しいよね。あげるよ、これ、つって。ダブルバレル。ダブルバレル取ったらやばそう、マジで。マジやばそう、とか言って。いてててて、物にどまえるってガチダッシュなんだよ。ちょっと俺に物を探させてくれよ、マジで。物探し物してもなんか見つからなさそうな雰囲気は醸してるけどね、若干ね。若干醸してる。てかそろそろ録画大丈夫なんだろうかっていう心配はある。ねえな。どこだ？めっちゃ追いかけられてる。当たり前だろって。いるー。バン。あれ？すげえ、斜面だから撃ちにくかった。斜面だと撃ちにくいよね。STG44。イエーイ。なんだこれ？キルチャレンジか。
STG44 さ、なんか俺が知ってる STG44 のサイトと全然違えんだよな、このゲームだと。謎なんだよね。なんでこんな尖ってんのなんかよくわかんねえ。エアーなんとか。まあいいや。まあいいやとか言って。いいのか、それでっていう。まだまだ謎が多い、このマップ。STG44 ね。STG44 の中身めっちゃ複雑なんだよ。なんかめっちゃガクってなったけど大丈夫か。まあいいや。もや、相変わらずまばらに湧くな。よし、止めよう。とりあえず6ロー、OK。6れたはずだ。6れたはずだ、これで。ちょっとね、まさかりこれ途中からね、ワンパンじゃなくなるんだよ、これ。まさかりワンパンじゃなくなるからね、意外とね、困っちゃう。ほら、あ、まだワンパンだ。OK、OK。おらおらおら。相変わらず見にくいサイトだな。おら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 、おら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 。てか、リアサイトがでかすぎる。掃除って言えるのが。掃除って言えることは、リアサイトでかすぎじゃねっていう。リアサイトが熱、でかすぎる。熱すぎるって熱いのは今だ。熱い、マジで。昼の日差しがめっちゃ入ってくる。マッピルマからあんた何やってんだって。おっしゃる通りだと思うけど。あんた何やってんだ、マッピルマからって。すげえ、わしゃわしゃ湧いてる。おらおらおら。てか、ゾンビの目が緑色って意外となんか、お、デスマシーン !MG42! すごいでしょ ?MG42。これ多分いけるな。おーし、あったぜ、ヘッショー。ヘッショーチャレンジ。MG42 強えよな。当たり前だが。デスマシーンの方が強いと思うけどね。デスマシーンの方が強いと思うけど。ガチのデスマシーンの方が強いか。MG42 もね、まあ、捨てたもんじゃないよ。MG42 ってどうなんだろうな。これ、出てくんのかな、あれで。まあ、出てくるだろうな。出てこないわけないもんな。昔のな、ナチス帝国を代表するような武器が、お、なんだこれ。銃剣だ。銃剣来た。ごぼう剣来たよ、これ。タイプサイティバイオレット。銃剣じゃん。銃剣だ、これ。微妙だな、当たり判定。くるくる。なんかちゃんと銃剣を見られなくて悲しいな。電子体験はいらないから、何が出るかな。自己治療、来た。ちなみにね、モッドはね、メガとかなんかこういうね、消耗品系のね、ゴブルガム食ってもね、減らないんだよ。モッドはね、どんなにやってもね、経験、いってて、危ない。間違えた、間違えた。モッドはね、どんなにやっても経験値にもならないが、なんか、なんていうのかな。要するに、それで本編のデータが変わることは何もないんだよ。要するに、モッドっていうのはある意味、こう、まあ、悲しい言い方をすると、やってもやらなくても一緒っていう、悲しい言い方をするとね、そういうことになってしまう。まあ、でもそうは言っても、まあ、楽しいからいいだろうっていう。っていう。楽しいかっていう。なんだなんだ。じゃがの。うわぁ、スタミナアップだ。スタミナアップ好きだけどね、俺は。ところで、マジで、火炎放射器の缶はどこにあるんだ一体全体。なんか、毎回探す網にあるんだよね。カスルージョ。タイプサイティバーによって。なんか、ここら辺はあれだな。動画化したら、なんか、編集して切って、なんか、早送りにしてもいいかもな。ブチってやって。なんか、見てても面白くないっしょっていう。俺が探し物してるところっていうね。早送りだな、きっと。早送りパターン。早送りにするとさ、音が荒れるんだよね。まあ、1.5 倍速ぐらいでいいか。いや、1.5 倍速。2倍速。どうだろうね。まあいいや。ねえな。なんとも言えんの。なんとも言えんな、ここら辺は。とりあえず18分が、18分の場所を早送りと。よいしょー。しかし見当たらんの。ないねー。謎だっすな。ここにノーファイアチャレンジがある。ノーファイアチャレンジ。タイプサーディバイオネット。ぐしゃ。やべ、ミスったかもしんねえな。なんかミスった気がする。今、あれをいつもほっとけばよかった気がする。まあ、いっか。いいのか。いいのか、これで。まあ、いいや。あ、犬ラウンドだ。マジかよ、犬ラウンドそれで乗り切るっていうの厳しくね。大丈夫か？大丈夫なのか俺は、これは。不安しかない。おら！言うて、ジャガノだからワンチャンあるんじゃねこれ。ワンチャンジャガノ、おら！ジャガノだからワンチャンこう、差し合いに勝てるんじゃねえかな、俺は。おら、いて、危ない。ダメだって。それダメだって。おら！オーケー！オーケー！
あ、鼻がムズムズする、知らねえよっていうね。あー、めっちゃ鼻がムズムズする。あー、くしゃみが出そう。知らねえよマジでっていう。犬どこ行った、しつうか。ん、犬今いた。おーおー、危ない危ない危ない。マックサも、ふう、あと1分20秒どうするよこれ。どうやって乗り切るよ。ミュールキック、ふふん、参ったね。ボーイナイフ、ボビーナイフだよね今のね。ボーイナイフじゃね、普通の人だったらボーイナイフって言いそうだけど、ボビーナイフって書いてあったよね今ね。あ、なんかやばい音がしてる。モータルコンバットのやつ来るやつだこれ。あ、いかんやつだ。うおー、いるー。うわー、ぶねぶねぶね、燃やされた、いきなり。マジ怖い、あいつ。あいつやべえよ。なんだあいつ、つうか。ほら。よかった、タイプ30バイオネットがまだワンパンで。これね、絶対ワンパンじゃなくなるんだよ、これ。まあ、もしかしたらおー、危ねえ。あいつなんだ、なんかモータルコンバットにああいうの出てくるよね。よっこいしょ。赤いやつやん、あれって。あれ、めっちゃ硬いんだよ。危ない危ない、光ってる光ってる。危ねえ。危ねえ危ねえ。一体のゾンビに殺されたら光にならない。危ねえ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 。おら。一体のゾンビに殺されねえだろ。だいたいね、殺されるときは3匹ぐらいのゾンビに殺されるんだよ。おら。マジ怖え。あいつやべえ。やべえ、おかしくしない。危ない危ない、死ぬ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 、まず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 、危ねえ。真っ赤だ、真っ赤、お前。真っ赤やん。あいつマジやべえ、本当に。モータルコンバット野郎。モータルコンバット野郎。あいつなんかね、よくわかんないけどね、回転して攻撃してきたり、犬も来てる。おら。おー、また来てる、犬。危ない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 、死ぬ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 、危ない危ない危ない、死んだ、危ねえ。なんか助けてくれた。あ、自己治療か。自己治療か。なんで死んで助けられたんだろうと思ったら、自己治療のおかげだ。危ねえ。すっかり忘れてたよ。すっかり忘れてたよとか言って、もうちょっとダメダメ。自己治療すげえな。自己治療すげえマジで。やべえな。やべえバグだな。なんだこりゃ。おらー、全然知らねえ、あの化け物。モータルコンバット野郎全然知らねえ。モータルコンバットやったことないから、うおー、火吹いてる。なんかちゃんとした名前がわかんねえ、あいつ。なんかあいつなんか被ってる帽子とか投げそうだよね。おらーっつって。なんか被ってる帽子投げて敵、おー、エンマ変わるんじゃない、危ない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 、もう教官で死ななかったらしい、どうやら。普通に死んだからね。マジ、やべえよ。犬やっぱ、やばいやばさ。犬やっぱやばいわ。あいつ、犬やばい。てか、もう全然なんか、武器が足りない。ちょっと、弾が、大丈夫かこれ。なんか倒れる気配が全くないけど。もう僕15発しか弾ないんですが、先生。ちょっと、おどうする、おー、危ない危ない、なんでテレポートすんの、危な。ちょっと STG44 の弾ねえし。どうしようかな。なんか適当に買うか。これでいっか。ウィンチスター。ドーン、ドーン。全然ダメが入ってる感じがしない。正直。歯応えゼロってやつ。全くひるまないね、あいつね。すごいね。すごいな、あいつ。硬すぎる。あいつ、うーしょー、危ない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 。でもナイスペイントかまったわ。かまったとか決まった。かましたわ。あ、これやばいやつじゃねえ、これ。これ通り抜けできないやつじゃないですか、先生。よいしょ、オッケーできた。危ねえ。突っかかったら死んでた、今の。言って、なんだよ。危ねえ、あいつマジで。なんかダウン取ってくるのがやばい、マジで。姿勢を変更させられるってのがかなりきつい、これ。姿勢変更したらやばいからね。移動速度変わるからね、死ぬよ、それ、っていう。やばいやばい、どうしよう。神のご加護がない限り、無理だ、これは。神のご加護って何だって話だけどね。相変わらずブオンブオンになってるな。神のご加護とか言って、お前神とか信じてねえだろ、まずっていう。確かに、っていうね。なんかある。あ、落ちた。え？おー、火吹いてきた。危ない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 。なんかあるとか言って遊んでる場合じゃない、マジで。危ない危ない。やつやべえやつ。危ない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 。ダメだってだから。落ち着けってだから。ダメだって。おいしょ。あ、なんか気づけばこいつだけになってる。ん？危ねえ。こいつだけだよね、もうね。ちょっとゴブルガムそろそろちょっと引いてみるか。ここでゴブルガム引くのか、この人っていう。何がある？カメレオンか。ちょっとカメレオンになってももうちょっと人を起こすことはないからいいや。自分が緊急突破しようと思った時にカメレオン大体手遅れだから。大体、うお、あちゃ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 あ、危ない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 。火吹くんじゃねえよ、あいつマジで。落ち着けて、おいしょ。おいしょ。おお、意外といっぱいいるゾンビが。よいしょ。オーケー。うお、いっぱいいるじゃん、普通に。なんだあいつら。ウェンチスター意外と強くねえつうか。このショットガン意外と強いな、なんか知らんけど。だいぶ、11ラウンド、危ない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 
真っ赤なんだが、俺の画面真っ赤。 OK。 危ねえ。これなんか切れなかったらマジやべえやつだ。普通にやべえやつだよ今の。危な。ふぅ、でもウィンチスター杖混ぜて確かに。こんなショットガンが俺も欲しいな。俺も欲しいなとか言って。こういうね、アクションが面白い銃ないんだよね、俺んちにはね。俺んちにあんのはね、地味なダブルバレーショットガンしかないから。地味だぞ、上下二連三段銃は。ちなみに上下二連三段銃と水平二連三段銃はね、だいぶ性格が違ってね、水平の方がね、軽いしね、早くね、リロードできる。お、やったり、インスタキル。なんか、これでいい感じに、オッケー。すげえ、群れが一気に潰れた。おー、危ね。あ、死んだ。なんだこれ、ピックアップドラゴン。なんかドラゴン取ってよくわかんないけど。なんかこのドラゴンもよくわかんねえんだよな。なんかこれを取ってすぐどっかに行くとかそういうやつなのかな。よくわからん。よくわからんとか言って。謎。なんか今度は一回調べてやってみてもいいかもな、ちゃんと。ググってからやれっていう。謎解き。てか、多分、あれなんだよね。どうなんだろうね。こういうのって制作者は全くあれなのかな。なんか、攻略情報とか出してないものなのかな。これまたそろそろまた2倍速にしてもいいやつだな、これな。1残して俺なんか火炎放射器作んなきゃいけないし、ドントファイヤーウェポンやんなきゃいけないし、地味な絵が続くやつだ、これ。地味な絵が。そしてそろそろ録画が心配なんだが大丈夫か。大丈夫か。ちなみにここ行けるんだよ。行ったところでみたいな。これなんだ。あー、KAR か。KAR とかあっても困るからいいよ。KAR、ボルトアクションだからね。てかさ、BF1 もそうだけどさ、ボルトアクションライフルの位置づけとかむずいよね。第二次世界大戦 FPS をね、作ったりとかね、第一次世界大戦 FPS を作るのはね、やっぱ厳しいと思うけどな、俺は。やっぱり普通に現代戦が楽だと思うんだよね。サムマシンガンとか、アサルトライフル、マシンガン、ショットガン、スナイパーライフルっていうのが、基本的に全部ちゃんと揃うっていうのがね、マジでいい。じゃないとね、STG44 とか BAR とかのね、なんか立ち位置をすごく微妙にしてしまうので、なんかね、どうしたらいいのってなっちゃう。どうしたらいいんだろうなっていう。っていう。第二次世界大戦 FPS。まあ、とりあえずね、まあ、でもぴょんぴょんしてないからいいんじゃねっていうね。モダン2はね。モダン2じゃねえや。モダン2はぴょんぴょんしてない。ワールドウォー2はね。ちょっとね、ドンマイってなる。キルチャレンジは ?66 キルか。まあ、できるんじゃね、わかんねえけど。おら、その欠点はね、今見ての通り。振りがね、縦なんだよ。最初に拾ったさ、マサカリとかめっちゃガクってなってるけど大丈夫か。最初拾ったマサカリとかはさ、斜めに振るじゃん。でもこいつは違うんだよ。縦に振るんだよ。だからね、弱えんだよ。当たり面積が小さいんだよ。当たり面積っていうか、要するになんかヒットする場所が少ないから、なんか狙わないといけない、意外と。しかも硬え、こいつ。なんだこれ、2パンかよ。2パンかよ、もう。もう2パンかよ。ほら、あ、2パンだ。まあなんか1体ずつだったら2パンでもやれるんだけどね、全然。危ねえ。もう群れてくるともう不可能だよね。ほら、ほら、ほら、ほら。こんなメイスで殴られたらやべえけどな、普通に考えて。鼻血出るだろ。鼻血は出るけど。鼻血は出るってか、鼻血出るってすまない。危ない危ない危ない。挟まれたらやばい。鼻血出るじゃすまないっていうね。お、インフィニティだ。やったね。インフィニティはもう。ハモってる、ハモれたかな。危ない危ない危ない。めっちゃかくってる、かくってる。インフィニティはもうちゃんとハモれたかわかんないけど。よいしょ、おいしょー。うわー。これいつか死ぬやつだ。いつか死ぬやつだ、これ。日本兵、硬くなってきた、そろそろ。おらおらおら、オッケー。いい調子。お、なんか落ちてる。お、ゾンビブラッドだ。うわー、ゾンビブラッド取ったせいで敵が荒れ始めた。え、ちょ、どこ行くんだマジで。どこに求めてるんだあいつら。何を求めてさまよってるんだあいつら。どこ行っちゃうのあいつら。まあいいけど。ふぅ、よいしょ、よいしょ。いやー、ゾンビブラッドだとこう近接が進むね。よいしょ。あれ、あとね、オッケー。ゾンビブラッドね、こんなやつもあるんだよな。ゾンビブラッドね、って感じだよね。って。そろそろなんかバレてね、俺大丈夫か。危ない危ない危ない。目に悪い。目に悪いとか言って。FPS やってる人基本的に目に悪い。めっちゃガクってなってる。危ねえ。あれだからね。FPS やってる人基本的にね、画面の中央を見続けることが多いからね。人間ってね、なんか、視線ってね、なんかいつも見てる場所に固まっちゃうっていうなんかね、お、なった、やっぱり。作用があるらしく、なんかね、
僕がね、メガネ屋さん行ってそれを見てもらったらね、あ、A さんかなり、パワー集約ってなんだ ?A さんかなりあれっすねって、ああ、これか。パワーアップの出現率が上がるってやつか。A さんかなりあれっすねって言われたからね。視線が、こう、上から見るとこう、V 字になってますねっていう風に言われたから、これあれなんですよ、水道メーターとか見てる人だと、水道メーターの検診とかやる人だと上向くことが多くて、お、なんか作れる。お、なんだよ、普通に作ればいいだけかい。火炎放射器できた、普通に。火炎放射器できましたー。イェーイ。危ない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 。しかもガクってなったし。ちょくちょくこうガクってなるんだよね。まあ FPS ですよね。そういう欠点あるからな。しょうがない。回線がーってなる。しゃあない。それは。犬ラウンドか。MP40 なら余裕だろ。MP40 なら。てか、ビフォーラウンド14っていうのはさ、どういう、もうあとこれでキルするのは不可能なんじゃないか冷静に考えると。まあいいや。このガソリンタンクとか取れないけどいいのかな。なんかね、消耗品臭いんだよね、あれは。M2 フレームスローは、なんか石膏って書いてある。石膏？石鹸？石鹸じゃない石膏だよな、あれな。石鹸の剣って普通に硬いだもんな。おー、危ない危ない危ない。剣、硬いやっけ。やばい、なんか石鹸の剣の字がわからなくなるという、なんかアホなことやってるぞ、俺。オッケーオッケー。危ない危ない危ない。画面めっちゃ固まってる。危ねえ。ふぅ。よっこいしょ。よいしょ。よいしょ。これ、この字横ブレパないな。横にめっちゃ行くね。MP40。MP40 強そうだよな。てか MP40 絶対強いよ。絶対強くないとなんか面白くないもん。あ、このチャレンジミスってる、普通に。まあ、まあいいや。とりあえず6ロー。6が大事だ。6が切れるからね、ワンチャン。ワンチャン切れる。ピッとか言って。あ、みたいな。動画になんなかった、みたいな。動画になんなかったらなんか、キャプションっていうか、なんかつけるか、字幕で。させんっつって。申し訳って。完全無欠。完全無欠ね。棒。俺使ったことないわ。すべてのパワーアップを出現させるとか、すげえよな。ファイヤーセールとかもういらねえだろって感じだけど。おお、燃えてる燃えてる。いい感じ。もう継続ダメージがいい感じ。オーケーオーケー。ポイントには全然なんない。とりあえず、トクトク燃えて、ちょっと微妙に地味にポイントになってるっていう。それによって当たったかどうかわかるっていうね。当たり判定ないんだよね、これね。確かに。言われてみれば。言われてみればって、誰にも言われて、危ない危ない危ない。誰にも言われてないです、A さんって話だけど。なんだっけ。この前やったさ、この前ってか、昨日か一昨日ぐらいにやったさ、あ、ニュークだ。昨日か。昨日と一昨日、危ない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 。引っかかってる。なんだっけ、レゴランドはさ、当たり判定あったけどさ、まあ、草もだ。てか M2 フレームスローはこれ絶対燃料式だから多分燃料なくなると思うんだけど。なんか、大丈夫なのかな。まあいいや。15ラウンドまで無事来ました。謎解きがいまいちわからないまま来てしまうっていう、このやばい状況ね。やばい状況。さあ、ここら辺でね、何らかの手がかりをつかまないとやばいが、もう敵湧いてくるから、ちょっとどうしようもないんだが、どうやって戻ったらいいんだろうか、みたいな。これ相変わらずなんかよくわかんないんだよな。何なんだっていう。ここをなんか開けるといいことがあるらしいんだよね。ドアイズロックド。ロックドドア。ふーんってなる。15ラウンドね。おー、わさわさ来てるね、お前ら。おらおらおら、オッケー。こんがりこんがり。こんがり、M2 フレームスロア。M2 フレームスロア、どんな武器だったんだろうね、実際は。てか M2 フレームスロアってさ、なんか海外だと普通になんかさ、YouTuber の人撃ってるよね。ブワーとか言って。やばーっていう。M2 フレームスロア、おっと？ガスがないパターンか。M2 フレームスロアって、あれは破壊装置に含むのかな？そんな知らないよって話だろうけど、知らねえよ、そんなのっていう。破壊装置はね、レベル3とかね、いろいろレベルがあるんだよね。バカ、含まないと思うんだけどな、火炎放射器ってアメリカだと10位っていうか、そういう規制に含むのかな、あれ。よくわかんねえや。あんまり気にしたことなかったの、火炎放射器は。グレランとかはね、含むんだよ。グレランとか、砲とか、手榴弾とか、まあ、手榴弾民間の人所持すんのっていう話だけど、確かできるよ、ちゃんと申請して通せば。クラス3ウェポン。お、あそこにインスタキルが取れる。オッケー、取れた。
インスタ切れた。いえー、一層セール。おらおら。下がれ。いって、危ない危ない。調子乗るんじゃなかった。ふぅ。ぐしゃ。ぐしゃ。ぐしゃ。よいしょ。15ラウンド。インスタ切る。よいしょ。オーケーオーケー。インスタ切ればいいけど、いまいちこう、謎解きが進まないというね。調べりゃいいじゃないですか、A さんっていうね。まあ、確かにその通りだと思う。でもとりあえず僕はね、ここに、あと2個いるんだ。何が出るかな？何が出るかな？トンプソン、ウィンチスター。またウィンチスター？いいや。またウィンチスターはいいよ。もういいっすよ。ウィンチスターがどんな銃なのか分かってるから。まあ、てかさ、ショットガンのレティクルがさ、なんか十字架ってなんか意外と違和感あるね。これガス缶じゃないのかな？なんかガス缶らしきものはいっぱいあるんだけどな。なんか光ってねえんだよな。うわ。うわーとか言って。メレーキル、絶対不可能だ、もう。もう絶対不可能だとか言って。132秒で11キルなんて絶対できないよ、もうこの状況になってくると。厳しすぎる。厳しすぎるーってなる。ふぅ、暑いな、しかし今日は。暑い。これナイフでもなるんだね。なんだっけ、メイスとか特殊武器じゃないとないと思ってた。何が出るかな？はい。悲しい。残数なしって。悲しすぎる。まあいいや。OK。残数なしってことはこれ貯めてくればいいのか。10個ぐらい貯めてくればまあ使わないだろ、そんなにっていう。リバイブ飲んどく。意味があるかないかはわからない。お、ガス缶だ。なんかやばい音がしてるぞ。モータルコンバットの音がしてるぞ。大丈夫か？一回でいいから格ゲーやってみたいんだよな。やってみたいけどさ。やってみたいけど、こんな、ね、てか SSD の容量がまず技術的に入らないっていう、誰か SSD くださいレベルでね、もう買えよ自分でっていう。SSD がね、マジでね、パンパンなんすよ、マジでっていう。パンパンでね、辛いんごねーっていう。わーってなる。普通にモータルコンバットお兄さん来たよ。モータルコンバット。フェイタリティっていうね。おーってなる。おーって。よいしょっと。時短だぜ。危ない危ない。死に。危ない。マジかよ。あれなんで取れないし。顔真っ赤になっただけじゃねえか。すれ違い通信、オラオラ、オッケー。なんなの、ゾンビブラッドが欲しかった。買ってあいつ、なんだよ。デスマシーンで撃たれても全然知らねえ。オラー、オラー、オラ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 、滅びろ、お前。マジ、醜い画面が。危ない。荒ぶりすぎだろ、お前。どこなってんだ。荒ぶりすぎだろ、マジで。お、死んだ。ふぅ。ああ、硬かった。ふぅ。ドラゴン。ドラゴンピックアップすると何なのかさっぱりだぜ。さっぱりだぜとか言って。さっぱりだぜとか。さっぱりいいのかっていう。あそこのチェスト回せねえかな。ふぅ。よいしょよいしょ。なーにだ。PPSH。PPSH41。OK。あ、なんかよくわかんないけどチャレンジ見せたらしい。メレーチャレンジだっけ？まあ、それはできねえよ。メレーチャレンジなんかあの状況でできるかおいっていう。格闘武器フル加速。お、やば、レート。レートやば、PPSH41。どういうことだ？やばすぎるだろ、これ。針みたいな弾いっぱい撃ってるとこや。ピピピピピピッつって。ピピピピピピやれよっていう。やべえ、マジこのレート。やべえ、これ。線もある、これ。この感じ。900レートじゃねえぞ、この感じは。やべえな。やべえ、これ。パリパリ撃たないとやばいやつだ。おらー、強い。ミュールキック。あ、俺あれか。全爆の、も飲んでるのか、もう。パワーアップで。おら。ははーん。よくわからんが、まあいいだろう。MP40。サムマシンガン2丁っていう微妙なコンビになってるな。よいしょ。探し物に行くかーっていうね。てか普通にさ、あ、ここにまだチェストある。ガス缶。あれなんでガス缶2個取ったと思うんだけどな。ま、どんだけウィンチスター来んの？まあ弾がないからいいけどさ。よいしょ。つえウィンチスター、やっぱり。普通につえ。ふぅ。さーてと。いやー、なかなかね。なんか、行き詰まりを感じる。うわ、犬だ、犬。犬ラウンドだ。ガス缶じゃないのかな、これ。ハウンズ。ワーン、ボン。ワン、つえな。しかもあれだ、スピードコーラのおかげでめっちゃリロードが早くて、かなりウィンチスター使いやすいぞ、これ。変態レベルでリロードが早い、これ。お、鏡だ。お、バッチリ映ってる、俺の顔。俺の顔っていうか、キャラの顔が。すげえな。
だってあそこに鏡作りたかったらゲームだとカメラを作ってから、危ない危ない危ない、カメラを作ってからスクリーンを作んなきゃいけないんでしょ、めんどくさくね。冷静に考えるとカメラってめんどくせえメカだな。まあいいや。いやー、しかしな、なんかこのね、マップね、全クリするっていうか、全クリっていうか、全クリって懐かしい言葉だな。なんかクリアするとね、謎解き終わるとね、なんか晴れるらしいんだよね、空が。よいしょ。よいしょ。なんか空が晴れるらしいっていう。快晴になるらしい。今はめっちゃ曇って雨降ってるけど。スカッとするよな、確かに。よく考えられてる。ドーン。オーケー。マックスアーマー。お。ボーイナイフ。ボーイナイフ。ボーイナイフ。いや、なんて言うのかわかんないけど。ボーイナイフだろ。いやー、MP40。メレーキル。なんか MP40 でめまー。てか、ボーイナイフでメレーキル。できんの？できんのか？できるのか、そもそも。謎なんだが、ボビーナイフ。メレキルなんか絶望感じる。全然当たんね。当たった。2パン ?3 パンかよ。やばこれ。絶対不可能な感じがする。危ない危ない。ちょっと絶望感じるな。危ない危ない危ない。来ちゃった。まずい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 。死ぬー。おー、なんだこれ。シンギトゥーガール。ん？シンギン。シンギング？シンギングにしたいのかな？シンギング。うん、まあよくわかんねえ。インフィニットアームだ。おー、ちょっと待って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 。しかもパークなんもねえのかい。ちょっと待って。パープを無理やり沸かしてなんとかした。やべえ、変な場所に沸かしちゃった。あんな出入り口に沸かすんじゃなかった。まずいまずい。危なすぎる。ちょっと待って、お前ら。おら、おら、おら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 。オッケー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 。危ない危ない危ない。バーニュークと共に、ニュークと共に私は死んだっていう。残念みたいな。まあそんな感じですけど、まあ何はともあれね。キャッスルね。まあぜひぜひね、PC 版 BO3 をお持ちの方はですね、まあぜひ一度遊んでいただければという感じですね。はい。というわけでね、この動画いかがだったでしょうか。この動画ね、気に入っていただけたら高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。以上、中の人ゲーミング、中の人 A でした。